はい、どうも慢性腰痛専門整体院青葉院長の石島です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今日はですね、京都駅に来ていまして、今からですね帰るところですけども、はい、今日はですね、自分のための勉強というところですね、京都に来させてもらって、昨日とですね、今日水曜日、水曜日木曜日とやっていきました。はい、で今日ですね学んだことで非常にですね、自分の中で、もっとねこう頑張っていかなきゃなと思ったことがあったんですが、はい、それはですね、今京都駅にいるんですね。京都駅、はい、新幹線待ってるところですけども、非常にですね今回学んだことっていうのは、やっぱり困っている人が非常に多いっていうところと、やっぱり治せない患者さんがいっぱいいてですね、世の中には困っている人が非常に多いというところで、私のですね先生の方からですねいろいろと教えていただいたんですが、やっぱりですねすごく感じたことが、今理学療法士っていうところで、まあ、私もですねもともと病院で働いていて、理学療法士として働いていたんですけども、今理学療法士っていうのはですねなかなかやっぱり、苦しい、時代になっているというところがあるみたいです。っていうのも昔はですね、だいぶ収入も良くて、理学療法士1本でね、やっていけるっていう時代があった。ただですね今診療報酬っていうのが下がってですね、なかなかねそれだけではやっていけないっていうところがあるみたいで、で理学療法士ってですね調べてみると、副収入とかですね株とか、そういう風なですねアルバイトとかですね、いろんなですね理学療法士だけでは食べていけないという現状があって、で株であったりとか、何かねこう商品の斡旋とかですね、そういうのをやってですねなんとか収入を得ているっていう人も結構いるみたいなんですね。はい、でそういうのをですね聞いて、ちょっと何を思ったかって言ったらですね、私たちは何のためにね国家資格っていう免許を持ってね、皆さんの体を触らせるっていうところをね、触らせてもらえるっていうところを許されて、何のために資格を取ってね勉強しているのかっていうところですね、非常になんかこうなんていうのかな、恥ずかしいというか、なんか悔しいというかね、いう風な、感想を受けました。はい、そういったですね同じような理学療法士であったりとか、セラピスト治す人たちっていうのが、なんか違うことにね手を染めてお金を稼いでいるって、何がしたいんかなって僕は思ったんですね。はい、僕はですねやっぱそうありたくないし、この手でねしっかりと皆さんに治していけるっていう結果を残していけるような治療家になりたいですから、私はですねもちろんこれ一本でしっかりと皆さんね体を治せるっていうところにやっぱりフォーカスしていきたいし、そのために何が必要かなって言ったら、やっぱり技術を高めるとか、知識を高めるとか、そしてこうやってですね動画を撮っていきながら、ね、動画上でねストレッチしてもらったりとか、それで痛みが治ったら非常にいいかなと思っています。はい、ですから、私はですね、しっかりとやっていかなきゃなというふうなところで、新たにですね、またこう決意をさせられたような2日間でした。はい、で今日はですね、聖護院、八つ橋で有名なところですね、聖護院というところの近くの お寺みたいなところですね、借りて2日間缶詰でやってきまして、近くには、ね、平安神宮とかもあったんですが、一切、ね観光せずに、またこれ で、新幹線に乗って、帰るというところですね。はい、また明日からですね、やっていきますので、皆さん、しっかりと皆さんの体がね早く治せるように頑張っていきますので、皆さんも私についてきてください。はい、それですね皆さんいいなと思ったらですねチャンネル登録していただいて、ストレッチとかですね、病気の状態とかですね症状の状態に関しての情報をどんどん発信していきますので、ぜひ皆さんお見逃しなくですね見てください。はい、それではですね動画をご覧いただきありがとうございました。